ごきん様です。ダ捨離リの山下秀子です。山下秀子、ダンシリズーム講座、ようこそおいでくださいました。ダ捨離リって伝えるものではない。自分が言葉で伝えるものではない。まして言葉でね、そうさせようと指示命令するものでもない。あるいは期待するものではない。これをよくよく覚えてくださいね。 で、断捨離っていうのは言葉ではなく行動ですね。で、行動を積み重ねた結果、その空間がものを言わずして伝えてくれます。だから、伝えよう、伝えるのではなく伝わるもんだ。この理解が一番大事ですね。まあ、い換えるならば、させよう、してもらおうという自分の気持ちを断捨離すること。 それが一番の解決方法ですね。とはいえね、とはいえ、これがなかなかね、まあ、地道な努力がいるということなんですが、私たちはその空間の力を知らないんですね。空間っていう、断されているのは、まず関係論ですね。そこ、この空間に人間関係が織りなされていますよ。その人間関係をいきなり扱うと、で相手には 意図意思もあれば感情もある。ある。難しいですよね。で、自分にも感情がある。意図意思があるわけ。何より価値観が違うわけですね。生育環境も違えばねと。いろいろな価値観の違いがある。そこの人間関係のを問い直し、新たに関係を結び直すっていうのはすごくハードルが高いんですよね。ハードルが高いからこそ、まず自分と物との関係を、ね。 見直してみよう。問い直してみよう。そして問い直すことによって、より良い関係が結べるものだけを浮上させていこう。まあ再発見して再構築しようというところが始めるわけですね。で、もも言わない。意図、意志感情もないであろう。ものでさえ持て余している。 断捨離初心者さんがいきなり人間関係をバンとやることはね、もうハードルが高い高い高すぎるわけですよね。だからまず物との関係を問い直すというところからお稽古を始めてるわけですね。関係を問い直して物を選び抜いていく。断捨離イコール捨てるんではなく、まあ捨てるものを選ぶ。あるいは残してくるものを選ぶ。取り入れるものを選ぶ。取り入れないものも選ぶ。その選ぶというね、えー 選び、選んで、選んでいく行動の結果、空間が出来上がるわけですね。で、その空間は環境として自分を取り囲むわけですね。で、すがすがしい空間にいれば、よりすがすがしい心になりやすいわけですよね。ところが、も,ものが雑多に満員電車状態でひしめいているとしたら、そこですがすがしい 気持ちになるってなかなかね、よっぽどの修行を積んでなくてはできないわけですよね。だから環境を味方につけようとしてるわけですね。関係を問い直すという行動を重ねながら、ものを選び抜きながら、同時に出来上がった環境で自分を味方につけよう。環境が自分を応援してくれるようにしよう。で結果そこで織りなされる人間関係に対しても応援の空間になってくるわけ で、それをまずね、まず自分から始める必要がある。で、いきなり、ね、まず自分もまだ手を染めて、日が浅いにもかかわらず、え、家族にさせよう。あるいは家族がしてくれない。みたいなね。そんな一度にいって、一足飛びに行ってしまうから、問題はね、さ、さらにこじる。まあ、言うなれば、コンクリートに向かってね、捨てなさい。捨ててよ。捨ててくれない。 やってくれないって言ってね、怒ってみたり、嘆いたりしてるわけですからね。そんなエネルギーの消耗、時間の無駄、ないわけですよね。ということわかりますよね。いいですか断捨離っていうのは、ものをね、選びって自分の味方にしよう。そして、その結果出来上がった空間も自分の味方にしよう。で、味方ばかりを自分の周りにね、 作り上げていくっていう、そういうプロセスですよね。で、それを味方につけた上で、でも同時に共有空間は、その夫であれ、妻であれ、子供たちであれ、自分の親であれ、その味方ばかりがいる空間になっていくわけですよね。清々しいという環境で。ね。その清々しい環境が心をほぐすんですね。で、ほぐれたときに、 実はねって言うと効果的なんですよね。なのでよくまあ講演会でもセミナーでもね、山下申し上げるんですが、今日聞いた断捨離の話を絶対に家族で言わないでねっていうんですね。だってほとんどが分かったような気になってるわけです。分かったような気になって実践はできてないわけですよね。話を聞いただけで。で、結果も出てないうちにね、さあね、 捨てるなよなんて言っても、まあ反発しか生じないですよ。わけわかんないですよね。だから、まず黙ってくださいっていうのをね、決して今日聞いた話をしないと申し上げるんですね。そこで、ただただ自分の守備範囲の空間で、自分の守備範囲の中のものをね、 淡々しくしくと出したりするわけですね。まあ、それは引き出し1個でもいいんですね。で、引き出し1個を開けて、あ,あ、こんなに、それは誰も家族は抵抗しませんからね。自分のしびはいだから、そこを開けて、こう、にんまり笑うと、にんまり笑ってご機嫌になると。やがて家族はね、興味を持ってくるんですね。なんだか知らないけどね、そんなところにね、いつも機嫌だった妻が、母が、あるいは子が、親から見るとね、なんでにんまりしてんだろうなって。 思うんですねそうすると、興味を持って聞いてくるわけですよね。で、その時にね、あ、チャンス来た。で、関心を持つったってことは、コンクリートだったね、心がこう柔らかくなって開くという時、開いてくるわけですね。で、その時に、実はね、って言えばいいのね。誰もね、私たちはやっぱり清々しい空間好きなんですよ。で、なんか変わってきたな、この空間が。 それが意識できるかできないにもかかわらず、ちゃんと体全体で感じるんですね。なんか、前、前から思うとずっとなんかね、なんかこう、居心地良くなったな、ね、ここにいるのが好きになったな、前よりなんか家に早く帰りたくなったな、みたいに自然になっていく。で、断捨離は、まず目の前の自分の守備範囲の小さな引き出し1個から。 始めて、自分が一つ一つすがすがしさを味わいながら、そのすがすがしさ、この引き出し一個から、こう、かし出されるすがすがしい波動ですね。ゆとりの波動を、どん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 広げていったら、家族、夫、妻、子供たち、あるいは親も、必ず理解してくれる。っていうか、理解する方向に、 体で理解する方向で進むので、ここを踏まえるだけで、この共有空間の代償というのはね、非常に違ってきますね。繰り返し申し上げます。ハードルの高い共有空間。人間関係、今までの過去の人間関係が見事に引きずられる状態で展開している共有空間は、ずっとずっと後の課題として置いといて、 まず自分の空間、自分のものを味方につける、そしてエネルギーを蓄えた状態でね、断捨離にね、えー、取り組んでいただきたいと思います。くれぐれも順番を間違えないように。DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方は どうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方は、こちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。